よいか、割るだけではダメだ。何も映らなくなるまで粉々にしろ。はっ。剣、私の剣、我が主。解放してやれ。どこだあの美しい剣は。なんと哀れな。何の騒ぎだ。その声は軍派か。諜報官、隣接の鎖を解いたのか。境外と事を構えるつもりか。西遊の恩敵将君臨の狼藉を見過ごすわけにはいかん。お前から召し上げた魔剣目録で蚊の最悪を打ち滅ぼす。無茶だ。あんな怪物を相手に一人で喧嘩を売るなんて。お前を戒めから解いて仲間にできるならこの上もなく心強いのだろうがな。俺も名工芸家に負い目がある。すまんが、そこにいてもらう。番組は、これが根性の別れになるかどうか、まあお前の悪運では知れたものではないな。もし無事に切り抜けたら魔剣目録を取り戻しに来るがいい。その時こそは決着をつけよう。かつてお前は言った、天下を正すために魔剣目録を用いるのは下道の所業だと。なぜだ。剣に頼って玉座につけば人は王でなく剣に貸し付くことになる。それが正しい知性なわけないだろう。しかり。ならば正しき知性までの道のりはどれほど遠いというのか。どんなに遠かったとしても近道を探せば踏み誤る。俺たちは一歩ずつ進むしかないんだ、軍派。